どうもこんにちは、アフリカンバンドポレポレリーダーの慎吾です。僕たちはジャズ、結成はですね、16年のバンドなんですけど、ジャズフェスはもう結成当初からも出てて、今年あれば15回目のということだったんですね。でもうジャズフェスが大好きなバンドです。で、西アフリカのトラディショナルの楽器を、伝統的な楽器を使っている、でちょっと特殊な音楽をやってるんですけど、ワールドミュージック枠ということで西公園のステージが多くてですね、もうとてもいい思い出がたくさんあります。でこのジャズフェスはね、今年コロナの影響で中止ということで、メンバー一同とても残念に思ってるんですが、ぜひ皆様の、ご支援で成り立っているイベントなので、クラウドファンディングの方もですね立ち上がっていますので、ぜひよろしくお願いします。ホームページとかでチェックして、グッズの販売とかもですね、いろいろやってますので、ぜひチェックして皆様ご支援のほどよろしくお願いします。これからですね、僕らメンバー一同みんな燃えて、いい演奏できるように、弾けてやりたいと思いますんで、皆さん最後までお楽しみください。よろしくお願いします。それでは。上禅寺ストリートジャズライブエイド、スタンドアップ仙台、ネクストパフォーマー、ポレポレ。
仙台市を中心に活動していますアフリカンバンドパルパルと言います。よろしくお願いします。お願いします。お二人もういいですよ。もう大丈夫ですよ。もういい、ついに始まりましたよ、スタンドアップ仙台。皆さん楽しんでますか？イエーイ。楽しんでますか？イエーイ。いいですね。僕ら西アフリカの音楽を中心にですねやっているんですけども、今みたいな楽しんでいますかっていうのを現地ではわさわさっていうんです。でそれに対してお客さんはイエーイじゃなくてあーイエーイって答えるんですよ、うん、ね、これやりましょう、うん、YouTube をご覧の皆さんいきますよ。わさわさーあーイエーイ。わさわさーあーイエーイ。わさわさーあーイエーイ。森がすごくいい、見えないけど行きましょう。OK、 早速ね、森林さんはね願い事を叶えるリズムで始まりましたね。次の曲は、不思議な子供のリズム、コモデヌと魔除けのリズム、ソンソルネ、2本続けてお楽しみください。それでは行ってみよう。シシバラタマニコタウリラ
ラコモソラ、シシバラタマニコ、相棒コモデヌ、シシバラタマニコ、ラウリラコモソラ、シシバラタマニコ、エコモデヌ、シシバラタマニコ、ラウリラコモソラ、シシバラタマニコ、相棒コモデヌ、シシバラタマニコ、ラウリラコモソラ、シシバラタマニコ。
a fare cove, dormiamo una comuna. Ora a fare con gaiuga, dormiamo una comuna io. Da peridoe.
よし、コモデヌじゃなくてソンソルヌね。うん、魔除けのリズム。はい。うん、あの僕たちはね、西アフリカの伝統楽器を使ってちょっと特殊な音楽やってるんですけど、まあジャズフェスはね、ワールドミュージック枠ということで、西公園とかね、そうですね、よく、ステージで、やりましたね。ワールドキッチンとかがあって ね、ね、世界中の料理が食べれて、そう、チキン食べてケバブ食べて、タイラーメン食べて、そう、フォー食べて、うん、そういうね、楽しい思い出がいっぱいあります食べ物ばっかだよねということで、じゃあね、次のリズムはね、コートジボワールのリズムで、アビサというね、カーニバルの、華やかなリズムをやってみたいと思います。それでは行ってみよう、アビサ。YouTube の画面の皆様は、僕がイナレオレと言った後にアイワと答えてください。イナレオレアイワ、イナマレオレアイワ、言ってる言ってる、画面の皆さん言ってる、言っていくよイナレオレアイワ、イナマレオレアイワ、イナレオレアイワ、イナマ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 レオレ、すいません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 どうした、すいませんすいません、気づいてるかな、うん、YouTube ご覧の皆さん全員がしつこいと思ってる多分オッケーありがとうございました。さいさよれいなれよれ、さいさよれいなれよれ、thank you.
はい、ありがとうございます、最高のステージでできる、演奏も次の曲がいよいよ最後になります。ありがとう、でもね、大事なお話があります。そうね、ジャズフェスがね、来年もぜひね継続していけるように皆様あのクラウドファンディングの方もあのぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、それじゃあ最後の曲、誘惑のリズムでね、まくる全力でいきましょう。 OK、 いってみよう。